小松博士は、日本の政治家、医師。自由民主党所属の元衆議院議員。日本アンチドーピング機構表議員。長野県卓球連盟会長、新州ブレイブウォーリアーズ顧問、日本オリンピック委員会、アンチドーピング委員会委員、自民党厚生労働部会長代理、衆議院科学技術、イノベーション推進特別委員会委員、衆議院厚生労働委員会理事などを歴任した。 昭和36年長野県松本市生まれ、稲小学校、高島小学校、諏訪中学校、長野県、諏訪清良高等学校、新州大学医学部医学科卒業、医学博士、日本赤十字社医療センター、東京大学医学部附属病院、国立スポーツ科学センターなどで消化器内科医、スポーツドクターを務めた。 1996年のアトランタオリンピックからシドニー、アテネ、北京、2012年のロンドンオリンピックまでの5回のオリンピックをはじめ野球、ソフトボール、体操、レスリングなどの世界大会に全日本チームの一種として多数参加。また日本代表が連覇した第1回、第2回ワールドベースボールクラシックにおいてもチームドクターを務める。その他体操、 レスリングなどの世界大会にも数多く帯同する。2012年に公募により自民党長野県第一選挙区支部長に選任され、同年12月の衆議院総選挙に長野1区から出馬し、民主党公認の篠原隆に選挙区で敗れたが、比例北陸新越ブロックで初当選。2014年の第47回衆議院議員総選挙においても、 民主党公認の篠原に敗れたが、比例復活で再選。2017年10月の第48回衆議院議員総選挙では、無所属で出馬した篠原に敗れ比例復活もならず、落選した。2018年10月、長野県参議院選挙区第4支部長に就任。2019年の第25回参議院議員、通常選挙では、 長野県選挙区から出馬するも現職で国民民主党公認の羽田雄一郎に敗れ落選した。2021年1月、羽田の死去に伴い同年4月に行われる長野県選挙区の補欠選挙に自由民主党長野県連が小松を擁立する方向で調整に入ったことが報じられた。同月27日党本部により正式決定。 4月25日の投開票の結果、羽田雄一郎の弟で立憲民主党公認で野党統一候補の羽田次郎に敗れ落選した。ありがとうございます。